はい皆さんこんばんは今日はどんな一日でしたか私はですね今日は今日はビバイのスポーツフェスティバルビバイのですね総合、えー、体育館に行ってスポーツのイベントがあったんですね今日はあのスポーツの日っていうことで、まあ、各地域ですね、まあ、昨日今週末もそうでしたけどもマラソンとかバラニックとかスポーツする皆様の行事が多かったかなというふうに思います 今日、リバイでは、まあ、いろんな種目のですね、スポーツに触れ合えるような、えー、体育館のですね、あの仕切りで、関係者の方々にいろいろと話を聞くと、やはり子供たちの,その地域移行の関係が、もう本当に早く進めてほしい、もう少し充実させてほしいっていうことのお声がすごかったですね。やはりその、まあ、教える教師のことよりも、まずその子供たちがその場所に行く手段だったりとか、 その最近いろいろとこう公益でのスポーツができるように一つの学校でそのクラブがなくなってしまうと、もうその地域の子たちは例えばテニスがなくなってしまうと、なかなかこうできる環境が整わないっていうことなんですよね。学校教育の中でやはりそういった部分の仕切りをちゃんとしてもらえるように公益の体制を作ってもらいたいっていう話でもありました。そのあたりはですね。 次の定例会に向けても早いスピードで協議をしていかなければいけないかなというふうに思ってましたその後すぐにですね栗山の今日は55周年青年会議所ですねありましてちょっと遅れていったんですけれども、えー、皆様にご挨拶させていただいてですねその55周年の今小林主導の社長様が OB 会長なんですけれどもその25周年の時に自分が理事長だった時に。 その自分の父に感謝状を渡しただったりとかあとは、えー、その今の理事長のお父様のお話が出てきたりだったりとかやはりその地域を支えてきた方々のそのつながりで、まあ、今の青年会議所だったりとか栗山の町、えー、づくりがあるっていうことがもう本当に。 伝わっってきた、えー、回だっただかなといいううふうに思いますでその他ですね、クリアまで何件か打ち合わせさせていただいて、まあ、その後と、ウ<で>ニ町に行きまして、はい、稲津久志先生の国政報告会でありました。えー、明日から公示を迎えて、えー、選挙戦始まりますので、えー、今日は、えー、多くの方にお集まりいただいてましたけれども、空、え、知、ー、のこれからの えー、あり方をしっかりと皆さん見つめていただいて、えー、この度はぜひ稲津久志先生に、えー、皆さんもですねぜひご支援の気持ちを寄せていただきたいなという風うに思った次第でありましたカメラ戻ってまいりましてちょっと冷え込んでますけどそれでは明日もいい一日でありますように